こんにちは、元海上自衛官の大上翔太です。自衛隊や世界のニュースを面白く分かりやすく解説しています。週数回程度、不定期で21時頃に配信していますので、チャンネル登録をしていただけると最新動画が簡単にご覧いただけます。今回は軍事学入門その3、戦わずして勝つの重要性について解説します。軍事学の古典では孫子やクラウゼヴィッツなどが有名ですが、いずれも戦わずして勝つことの重要性を説いています。例えば孫子は13編からなる兵法書の第3編暴行編において次のように述べています。戦争の原則としては敵国を傷つけずに降伏させるのが上策で、敵国を打ち破って屈服させるのは下策である。敵軍を無傷でそのまま降伏させるのが上策で、敵軍を打ち破って屈服させるのは下策である。まあこれは要約というか意訳なんですが、どちらも戦わずに降伏させるのが上策で、戦ってノックアウトするのはダメだと言っているわけですね。ここで少し考えていただきたいんですが、孫子はなぜ戦って勝つのが下策だと言っているんでしょうか。相手をボコボコにして勝った方が達成感あってスカッとしそうじゃないですか。孫子。孫武がまとめた兵法書は紀元前500年頃に書かれたとされていますが、今から2500年ほど前の人は博愛精神にあふれ平和主義的な考え方をしていたからでしょうか。まあ当時の中国は春秋時代の真っ只中で群雄割拠のカオスな時代だったんですけどね。要するに食うか食われるかのヒャッハーな時代で、平和？人権？何それ？美味しいの？って時代です。もちろん平和主義の人間もいたでしょうが、甘っちょろい考えでは個人も国も生き残れません。孫子が戦争を戒めるのは実に合理的な理由からです。一つ目の理由ですが、戦争は国の大事で、戦争の結果次第で国が滅んでしまう可能性があること。二つ目に、戦争は一種の博打で、勝つかどうかはやってみなければわからないこと。三つ目に、戦争を行うには凄まじい国力を消費しなければならないから。四つ目に、戦争で疲弊したところに第三国に攻められてしまう可能性があるからです。順番に説明していきましょう。孫子は第一編の経編において次のように述べています。戦争は国家の大事であり、国民の死活が決まり、国家存亡の分かれ道であるから、よくよく熟慮しなければならないと。まさに至極当然のことですが、戦争一回で国なんてものは簡単に滅びてしまうことがあります。歴史を紐解けば例など枚挙にいとまがありませんし、日本にしてみてもたった一回の戦争がもたらした惨禍がどれほどのものであったのかということは説明する必要がないでしょう。なのでもし戦争を開始するなら 100% 勝つ算段が整った状態でしないといけないわけで、負けると分かっていて戦争を始める国や人は多くありません。負けが濃厚であることが分かっていても起きた戦争はたくさんありますが、相手に仕掛けられたためにやむを得ず始まったパターンが一般的です。逆に主導権を持っている側が負けると分かっている戦いをあえて開始するメリットはありません。まあ戦争なんて所詮人間のやることですから、現状分析ができていなかったり合理的な理由なしにやっちゃったパターンももちろんありますけどね。さらには戦争に影響を及ぼす事柄は非常に多く、人間の心や天候、地形といった人間が自由にできないことや予想のできないものも含まれています。特に自軍と敵軍の状況を完全かつリアルタイムに把握し続けることは、航空機や衛星、無線などといったハイテク機器を使う現代においても困難で、クラウゼヴィッツはこうした不確定要素のことを戦場の霧と表現しました。なので計算上は勝てそうな戦いで、まさかが起きることもしばしば。過去を知っている我々からすれば、ナポレオンのロシア遠征などは無謀であったとしか思えませんが、ナポレオン自身には勝算があったことでしょう。なんといっても大陸最強を自負する70万の大陸軍グランダルメがありましたし、現行にしたってフビライは勝算があったからこそ2度にわたって日本に攻めてきたのだと思います。アメリカにしてみても北ベトナムのような小国にあれほど苦戦させるなど思いもよらなかったでしょうし、ソ連もアフガニスタンでひどい目に遭っています。どちらの敗因も両国に大きなダメージを与えましたし、ソ連に至っては国が崩壊する原因の一つにもなっているほどです。ここまでで一つ目と二つ目の理由である戦争が国家に与える影響の大きさと、戦争の結果が 100% 計算できるものではないということが分かっていただけたのではないでしょうか。三つ目の理由として挙げた国力の消費が大きいことの説明に移ります。
孫子の第2編作戦編には次のように書かれています。戦争の原則としては、戦車1000台、視聴者1000台、武具をつけた兵士10万で千里の外に食料を運搬するという場合には、内外の経費、外交上の費用、武具の材料、戦車や甲冑の供給等で1日に1000金もの大金を費やして初めて10万の軍隊を動かせるものである。よってそうした戦いが長引くと軍を疲弊させて英気をくじくことになる。そこからさらに敵の城を攻めるということになれば戦力も尽きてなくなり、だからといって長い間軍隊を基地から離れたところに置いておくと国家の経済が窮乏すると。そもそも軍隊というもの自体が古今東西金食い虫です。軍隊自体は基本的にお金を稼ぐことができませんし、維持するのにも多大な費用がかかります。なんといっても数万から数十万、場合によっては100万人以上の衣食住に加え、当然ですが給料も必要です。さらに単に人間を集めれば終わりではなく、武器などの装備を与えて訓練を施さねばなりません。大量生産ができない古代において、槍や鎧、弓矢などをたくさん揃えるのは大変でしたし、現代においては一機数百億する戦闘機や数千億するような軍艦が必要になってきます。それもたくさん。訓練にしても一度行えば終わりではなく、何度も定期的にやらないと一度上げた練度も落ちてしまうので、現在の強さを維持するだけでも大変です。装備も日進月歩なので開発費もかさみ、耐用年数を超えたら入れ替えないといけません。これだけでため息が止まりませんが、ここから戦争をやろうと思ったらさあ大変、すでに軍隊を持っているならそれを使うだけと思ってしまいますが、軍隊を維持することと戦争を遂行するというのは全然別の話です。軍隊を維持するだけなら基地の中に置いておけばいいわけですし、訓練や演習を行うにしても自国やその周辺海域といった無理なく部隊を展開できるところで十分な補給を受けつつ、自分のスケジュールに合わせてできますから楽ではないものの無理ではありません。ところが戦争となると基地から遠く離れたところに部隊を展開する必要があります。それも展開したことのない場所に。軍隊は人間の集まりなので衣食住が絶対に必要です。立派な家を建てる必要はなくとも、人数分のテントなどを基地から遠く離れたところに持っていかないといけませんし、服だって戦ってたら破れてしまったりして新しいものが必要になりますし、食べ物がないと人間は生きることすらできません。そして言うまでもなく、軍隊はキャンプをするために基地を離れたわけではなく、戦争をするために展開するわけです。現代戦ではあらゆる機器を動かすのに燃料が必須ですし、大砲の弾やミサイルもたくさん消費します。ここを惜しんでしまうと勝てません。相手が湯水のように大砲を撃ってくるのに対し、こちらが弾薬を節約していては一方的にやられてしまいます。戦いは数ですからね。当然使っている中で壊れてくる装備も増えてきますから、修理用の部品の補給も必要です。使いたい時に使いたい時だけ戦力を使える状態に保っておくには、この補給が必要なわけですが、基地からほんの少し離れただけで補給のコストは跳ね上がりますし、離れれば離れるほどコストが増えていきます。というのも単に移動するだけでも燃料が必要ですし、運ぶ人だって必要です。ついでにこの補給部隊だって飯を食いますので、補給部隊に対する補給もしないといけません。わけがわからないよ。さらにはこの補給を行うためのラインである補給線は非常に脆弱なくせに、狙われたら補給を失った部隊が壊滅してしまうアキレス腱のようなもの。なので補給線を守るための守備隊という追加の戦力が必要になりと、キリがありません。まあ補給というか兵隊の話をしだすと長くなりますので、そちらはいずれ別動画で話すとして、戦争のコストはこの兵隊以外にもあります。それは人間の心です。この人間というのは戦っている兵士たちはもちろん、国民や政府も含みます。戦争というのはそれ自体を仕事としている軍人にとっても非日常です。長い間戦えば体は無事でも心に異常をきたすこともありますし、アフガニスタンに投入された米兵の中には PTSD になった人も多くいます。また兵士は畑から取れるわけではなく、普通の国民の中から徴兵されたり志願したものを訓練することで兵士になります。言うまでもありませんが、彼らには父や母、兄弟や友人もいます。近しい人にとって
兵士の戦死は他人事ではありませんし、知人に兵士がいなくとも戦争が長引けば厭戦気分が漂います。戦費がかかれば税が重くなったり、兵士も国民である以上、国民の数が減れば生産力も消費も落ちて経済が悪化しますからね。それを受けて政府の中にも厭戦気分が蔓延してくることもあります。人間の精神というのは、個人であれ集団であれ無限ではなく、日常ではないことを続けていれば摩耗してきますので、精神も有限であるということを意識しておくことは大事です。特にいついつまでに戦争が終わるという見通しがあれば頑張れますが、いつまで戦っても終わりが見えないとなると、国全体で気持ちが切れてしまいます。こうした物心両方のコストがかさんだ結果、アメリカはベトナムやアフガニスタンから撤退を余儀なくされたわけですからね。四つ目ですが、戦争をすると当事国以外の国に対して無防備になりがちです。同じく先ほどの孫子第2編作戦編には次のように書かれています。軍も疲弊し、英気もくじかれて力もつき、財貨もなくなったということであれば、外国はその困窮につけ込んで襲いかかってくる。そうなると、たとえ自国にとても頭のいい人がいたとしても対応することはできない。だから戦争には拙速、下手なやり方でも素早く切り上げることが大事である。逆に高級うまいが遅くて長引くということによって、国家に利益があった試しはない。だから戦争の損害を十分知り尽くしていない者には、戦争の利益も十分知り尽くすことはできないと。これについては三国志が分かりやすいと思います。三国志とは、古代の中国が魏、呉、蜀の三国に分かれて争った時代のこと。見方によっても変わってくるでしょうが、事実上領土が三分された215年から、秦が呉を滅ぼして中国を統一する280年まで65年かかっています。なんとなくこの三カ国は同じくらいの国力があったと思っている人もいるかもしれませんが、人口差で言えば4対2対1、国力なら6対3対1くらいの差があったとも言われています。魏、呉、蜀の順にです。魏にしてみれば自国の4分の1、あるいは6分の1程度の国力しか持たない蜀なんて瞬殺できそうですが、そうもいきません。蜀は現在では四川省のあたりにあった国で、急峻な山岳地帯にあることから天然の要害に守られていたという地の利もその理由の一つですが、最大の理由は呉の存在です。魏からすれば弱い順に仕留めていきたいので、蜀攻撃に集中したいわけですが、蜀方面に軍隊を集中させると呉に逆に攻め込まれてしまう可能性があります。実際そのようなことが何度もありましたからね。結果として三つ組というか、魏にとって常に背後の敵が存在したために、戦力の集中ができず、短期間で蹴りをつけることができなかったわけです。また軍隊の移動には現代であっても相当なコストと時間がかかり、簡単にはいきません。第二次世界大戦においてソ連がドイツに勝利できた要因の一つに、外交によって日ソ中立条約を結び、諜報によって日本のソ連攻撃はないと確信を得ていたため、日本用に温存しておいた極東の戦力を対ドイツ用に転換できたからということが挙げられます。ここはソ連のうまい点ですが、戦争をするにあたって後ろの安全を確保するというのは絶対条件で、逆にこれができていなかった日本はドイツ戦に勝利したソ連に後輩を打たれることになりました。後ろの安全を確保するということには当然ながら時間軸が存在します。賞味期限があるわけです。当時の日本の状況を考えると、日ソ中立条約によって確かに1945年の前半くらいまではソ連からの攻撃を心配する必要がなかったわけですが、ドイツが降伏してしまったために後ろの心配をしなければならなくなりました。戦争が長引いたことによって状況が変わったということです。特に複数の国が関わる場合、状況も簡単に変わってしまいますし、予測するのもだんだん困難になります。外交などの手段で後ろの安全が保たれるのには期限があり、時間経過とともに難しくなっていくというわけですね。ここまでで4つ全部説明したわけですが、実は5つ目があります。てめえ最初に4つって言ってたのは嘘かって思われるでしょうが、違うんですよ。いや違わないのかもしれませんが、孫子が生きていた時代と違って現代の国際社会特有のルールがあります。それは力による現状変更を認めないということ。要するに侵略しちゃダメってことですね。まあ侵略の定義とか言い出すとややこしくなるのと、結局は国連の安保理次第というところもあるんですが、とりあえず他の国を縛いて
国境線書き換えたりしたらアウト。クウェートに侵攻して多国籍軍に滅多打ちにされたイラクを見ても分かる通り、手痛いペナルティを受けることになります。まあクリミア半島を力技で併合したロシアや露骨にニカラグアにちょっかい出したアメリカは直接的にはペナルティを受けていないような気もしますけどね。こうした大国というか安保理に属する国家は直接的なペナルティを避けられますが、それでも国際社会における心象は悪くなるのでマイナスは発生します。正義とか大義は単体では意味をなしませんが、正義や大義がなければ個人も国家も結束できませんし、下手をすると敵を作って孤立してしまうことになりかねませんから、ないがしろにするとやはりまずいわけです。この正義とか大義って現代では国際法によるところが大きく、国際法は破られることもありますが、頻繁に破るとマイナスが大きいので守られることの方が多いということですね。少なくとも軽々しく破るものではありません。国際法について知りたい人は概要欄に動画のリンクを貼っておくのでご覧ください。ともかく以上の理由から戦争というのは極力避けるべきです。クラウゼビッツも著書である戦争論において、戦争とは他の手段をもってする政治の継続であると述べており、戦争というのはそれ自体が目的ではなく、戦争によって達成するべき政治的目的が存在します。領土が欲しいとか利権が欲しいとか脅威を取り除きたいなどの目的があり、そのために戦争をするのであって、もし戦争に訴えることなくこうした政治的目的が達成できるのであれば戦争をする必要はありません。ただしこれは日本人にありがちな平和主義的観点からのものではなく、説明してきたように極めて合理的な理由によるもの、そして戦争をも視野に入れて達成すべき政治的目的とは他国にとっては受け入れがたいものであることがほとんどです。よって単に平和的に話し合いをして解決とはなりません。そもそも一般社会でも話し合いをするには材料が必要で、話し合いをすることで何かしらメリットがあるか、あるいは話し合いをしないことでデメリットが発生する場合以外は、あなたも知らない人からの話し合いには応じないのではないでしょうか。仮に私がトヨタの社長や内閣総理大臣にお話ししましょうとか言ってもつまみ出されるのがオチだと思います。地位や力を持った人に話し合いを求めるなら、こちらもそれに見合ったものを用意しないといけません。もちろん外交をしてドンパチすることなくこちらの要求を通したいわけですが、そのための材料が軍隊です。いやいや、さっき戦争は避けた方がいいとか言ってたでしょと思われるでしょうが、何も軍隊が出てきたからといって即戦争というわけではありません。軍事学入門その1で解説したことですが、軍隊は様々な機能を持っています。まだご覧になられていない方はぜひご視聴いただきたいのですが、軍隊の基本的機能の中に強制誘導機能というものがあります。簡単に言えば脅して言うことを聞かせるというものです。国民的アニメドラえもんにおいてジャイアンがいつものび太にやっているあれです。ジャイアンはのび太が持っているおもちゃなどが欲しい場合、脅してのび太におもちゃを差し出させます。殴って奪い取る場合もありますが、脅しだけで済んでいることが多いんじゃないでしょうか。のび太にしてみればジャイアンの強さはよくわかっていますので、ジャイアンが拳を振り上げただけでジャイアンの要求を飲んでしまうわけです。ジャイアンは実際にのび太と戦っていませんので当然ですが何らダメージを負っておらず、ノーコストでおもちゃを手に入れるという政治的目的を達成していますね。同じようにこの動画を作っている2022年2月の時点でロシアはウクライナとの国境に10万を超える大軍を配置し、強制誘導機能を発揮させようとしています。もしロシアがウクライナから見て取るに足らない小国であったり、あるいはロシアが軍隊を全く動かさずに要求だけをするのであれば、ロシアの政治的目的が達成される見込みはかなり低いでしょう。ですが国境に大軍が集結し命令一つでウクライナ軍を壊滅させることができる状況にあって、ウクライナやその他の関係国はロシアの要求を無視したり単に突っぱねるというのは難しいです。少なくとも交渉のテーブルにつくことを強要されています。ロシアはすでに拳を振り上げているので、あとは振り下ろすだけですし、その拳がウクライナ軍を粉砕し得るというのが大方の見方ですからね。軍事力が外交において凄まじい力を発揮するということを証明してしまっています。国際社会の秩序に従うのであれば無視するかペナルティを与えて武力による威嚇をやめさせるべきなんですが、現実に大きな武力を持った相手には
難しいということですね。とはいえロシアにしてみてもそのまま攻め込むというのは軍事学の常識からすれば下策に分類されてしまいます。まあ戦争を遂行できるかどうかというのは能力と意志にかかっていますので、能力である軍隊を展開している以上はやるという意志があればできてしまうんですけどね。なのでもしかしたらこの動画がアップされている頃にはロシアによる侵攻が始まっている可能性もありますが、そうならないことを祈るばかりです。そしてもしロシアが侵攻するとなった場合、ロシアとしてはできる限り短時間かつ被害を抑え、外交的に不利にならない形で終わらせることが理想となります。というのも時間がかかると予測できないことが増え、コストがかさみ、ロシアにとっての安全保障環境が悪化します。被害を抑えるというのはコストを抑えるというのもそうですし、次の敵に備えなければなりませんからね。3つ目と4つ目の理由で挙げた通りです。また国際社会から非難を受け外交的に孤立するのも危険です。ロシアは地政学ロシア編で解説したように広大な国土を持つがゆえに国境線が長く敵を作りやすいという弱点を抱えていますから、外交の失敗は国家の存亡につながりやすいですからね。なぜ今回このお題を入れてきたかというと、今回お話しした戦わずして勝つというのは軍事の基本にして理想です。軍人というのは戦争をするためにある職業ではありますが、戦わずして勝つというのが根底にありますから、実は戦争を避ける性質を持っています。まあ死にたくないってのもありますけどね。ロシア方面がきな臭いのでちょっと力を入れて解説をしていきたいと思っているんですが、前提となる話を事前にしておかないと訳がわからなくなので、軍事学の基礎についてお話をしました。ひとまず平和主義云々を置いておいても戦争は避けるべきであるということは分かっていただけたと思います。ですがそれでも戦争を避けられない、あるいは手段にしたい場合どうするか、その答えの一つがハイブリッド戦です。ということで次はハイブリッド戦について解説予定。その後ロシアのクリミア侵攻と今回のウクライナ関連の話をしようかなと思っています。多少変わるかもしれませんけどね。え？私は強制誘導機能を使わないのかって？勝てねえ戦いはしねえんだよ。ということで今回はここまで。コメント欄は高級でも拙速でも OK です。チャンネル登録や高評価、メンバーシップ加入などをしていただけると政治的目的を達成しやすくなります。サブチャンネルもよろしくね。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。